ありのあの生き方ナビゲーター伊藤直之です。自分の強みは自分で気づきにくい。いろんな人とお話をさせていただいて感じるのが、この人は、この部分が素晴らしいな、素敵だなと、思うのですが、本人は全く自覚がない場合が多いのです。私から、見ていると、その部分を伸ばしていけば、その人も、周りも、幸せになることもできるだろうな、そこに気づきさえすれば豊かにもなることも、できるのにと、思っています。本当にもったいないことだと思うのですが、人には、ほぼ、当てはまるようなので人間の、特徴なのかもしれません。自分の、強みを自覚できないのには、理由があります。それは、自分の得意なことは当たり前にできる、からです。なので、自覚がしづらいのです。当たり前なので努力をしなくてもできてしまうので、それがすごいことなのかが、分からないのです。例えば、職場の部下や友達に、思いやりのある一言や場を和ませる一言を自然に、言える人が、いるとします。その人にとっては、何の努力もなくちょっと意識するだけで簡単に、できてしまうことです。ところがこれが、できない人にとっては深刻な悩みにも、なります。あの人は冷たい、硬い、近寄りがたい、と言われてしまい、本人も懸命に気遣ってもいるし、なんとか、和ませたいのだけどもどうしていいのかわからないと本当に真剣に悩んでいる人もいます。つまり、相手を思いやる声掛けができるだけでも、素晴らしい才能なのです。その、才能を最大限に生かすことができればビジネスでも成功することができます。また自分の持つ才能や強みを最大限に生かしたビジネスを行うと、苦労を感じず楽しく仕事ができます。もともと誰よりも得意であまり努力をしなくても、できてしまうことなので、やっていても苦労する感覚はあまりないと思います。懸命に、歯を食いしばって苦手なことをやるより、得意なことを楽しんでやった方が楽をして楽しく成果が出ます。苦手なキュウリをずっと食べるのは苦痛ですが、好きなケーキならいくら食べても美味しい、そんな感じ、だと思います。才能を最大限に生かすことが、幸せになり、豊かにもなる秘訣だと思います。ただ自分の才能や強みは自分では、なかなか、見つけられないのです。だからこそ、強みは才能は他人に見つけてもらうのが一番だと私は思っています。親や兄弟、日頃から長く接している人、信頼のおける人に、私ってどんないいところがあるかなと聞いてみてもいいでしょう。もう一つはできればでいいのですが、相手のいいところを見つけて伝えてあげてください。相手にとって、気づきとなり、喜ばれるだけでなく、相手も自分のいいところを教えてくれます。自分の強みは、気づかないだけで本当にたくさんあります。それを生かしてあなた自身と周りの人を幸せにすることと、豊かになることは、できるのです。